佐藤正雄は日本のキックボクサー。日本キックボクシング連盟第三大日本ライト級王者。渡辺キックボクシングジム所属。トレーナー。法政大学法学部卒業。東京都世田谷区共同在住。幼少の頃より中国剣法、空手、柔道、剣道を学び、20歳の時に東高を率いる空手道大道塾総本部に入門。後に、 奥時空手道選手権歴代王者となる、西吉則、長田健一、加藤清直らと練習を共にする。その後、国際式ボクシング体験事務に入門。当時トレーナーであった、プロボクシング元 WBA、WBC 世界、スーパーフェザー級王者、小林博史の指導を受ける。後に、WBC 世界スーパーライト級王者となるコキング、浜田武史。 その当時の日本ウェルター級王者、尾崎藤雄、日本スーパーフェザー級王者、高木正宏らと練習を共にする。1984年4月、大国義務へ大史上初の外国人王者に、君臨した、ラジャダム南京ライト級王者、藤原敏夫や、キックボクシング世界フェザー級王者、島光をはじめ、多くの全日本王者を輩出し、さらには、プロレスリング初代、 タイガーマスクサやマサト氏も在籍していたという、日本格闘術連盟総帥黒崎健時率いる、新格闘術黒崎道場に入門。1986年6月、新格闘術ライト級選手として、千葉公園体育館にて2ラウンド個勝利し、プロデビューを飾る。また、本場大国へ、エタ体修行に渡り、ハーパランジム等で当時エタ体史上最強と言われた。 ライト級王者ディーゼルのイ・チョータ・ナスカンや、後ののエタイ史上初7階級制覇王者チャモア・ペット、チョーチャモアンらと練習を共にする。1988年4月、日本格闘術連盟と友好関係にあった、日本キックボクシング連盟代表理事、渡辺信久率いる、全日本ウェルター級王者沢野太志、日本フェザー級王者、渡辺明、日本バンタム級王者、 ハライサムをはじめとする多くの日本王者を輩出した渡辺キックボクシングジムに移籍。移籍後はライト級選手としてリングに上がり連戦連勝。その勢いで本場ムエタイ選手にも連続勝利。また、ライト級だけにとどまらず、1階級重いウェルター級や、さらには2階級重いミドル級、それぞれのトップクラス選手とも対戦し勝利する。しかし、 かつてあのルンピニー系ライト級王者、サガット・ペチン・ディーにも勝利したこともあるという、元ムエタイ3階級制覇王者、ケンカート・シットサーイと対戦するも、判定負け。本場国技ムエタイの強さと奥深さを改めて痛感させられる。1991年4月27日、格闘技の電動高楽園ホールにて、日本ライト級王者、 坂井と文とのタイトルマッチで判定勝利し、第3代日本ライト級王座を獲得。王座獲得後、第1戦目では、エタイ競合、アナンチャンティップと対戦するが、判定負け。1992年5月、伊原新一率いる伊原道場が日本キックボクシング連盟に加盟していた頃、伊原新一主導での世界対戦シリーズを挙行しており、その年は、 香港クイーン・エリザベス・スタジアムにて、海外遠征工業を行う。総勢20選手による、日本 VS 香港、それぞれ激しい対抗戦を展開。日本ライト級王者の佐藤正夫は、メインイベンターとして、1階級、重い香港ウェルター級王者カンスケと対戦。開始のゴングが鳴ると同時に激闘が展開、ダウン王州等が繰り返され、5ラウンド終了。 判定となった。通常、香港勢にとっては有利とされるであろうホームタウンではあったが、結果はドロー。日本勢選手団メインイベンターとして、一応の面目を保つ。1992年10月、元無恵対 BBTV フェザー級王者ルーラウィー、サラウィティと対戦し、判定負け。しかし日本キックボクシング連盟内においては、無敵無敗を誇り、 数度の日本タイトル防衛戦を行う。ラストファイトは1993年の団体交流頂上対決での判定勝利。1994年4月9日、31歳、高楽園ホールにて現役王者のままタイトルを返上し、引退式を行う。主な後輩には、和歌 &WPKC 世界ライト級2冠王者、小林聡志はじめ、日本フライ級王者、 相原雅人、日本バンタム級王者、田村健二、日本フェザー級王者、大塚和也、日本ライト級日本ウェルター級二階級制覇王者、小野瀬邦秀、NKB ライト級 &NKB ウェルター級二階級制覇王者部、竜谷すの日本ミドル級王者、中川優也、J、ネットワークミドル級王者、吉野健太郎らがいる。プロキックボクシング、 30戦21勝8敗1分。ありがとうございます。